時間食っちまった。何見てんだよ。ったく、時間食っちまった。何見て時間食っちまった。初乗り料金730円になります。どちらまで行かれますか？かしこまりました。それでは出発いたします。桐生さんじゃのう。陽明連合会会長クルスからの伝言ですわ。この町から即刻出てってつかさい。理由は親父からの命令ですけ。理由もなんもないわ。なら俺もそんなもん聞く義理はないな。そうですか。こっちも手段は選ばんど。大っぴらにやっても構わんのじゃ。話はしまいじゃの。踊れな、ぶち壊したれ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。昭和の黒幕と呼ばれた大道寺実氏ですが、今は面会謝絶ということで、訪れる財政界の大物たちも病状を知ることができないとのことで、深刻な状況が続いていると見られています。大道寺氏は戦争中旧日本海軍の高級将校でしたが、戦後 GHQ の占領期の後、歴代の内閣に強い影響力を持ち続けたと言われ、兄貴、何じゃい、いつ帰ってきたんじゃ。連絡しなくて悪かったな。それよりユータは無事なんすか。ああ、ただあいつはカムロ町に置いてきた。今まで何があったんじゃ兄貴。そいつを話しにここへ来たんだ。みんな座ってくれ。話がよう分かりませんわ、兄貴。おやっさんがローを殺すためにユータを道具にした。で、一緒に死ぬように仕向けた。あんたの話はそういう風に聞こえるんじゃの。奇遇じゃの、頭。わしもじゃ。俺もローから聞いた話だ。だが、広瀬の親分は今どこにいる。最後にお前らがあの人を見たのはいつだ。おやっさんがブラッと出ていくんはいつものことじゃ。そのうち帰ってくると思いますけ。もし俺が尾道の秘密を暴こうとすれば、そこへ親分が現れるって話だ。その時はあの人はユータやローのように俺のことも殺そうとする。それもローが言うとるだけじゃろうが。ああ、確かにな。わしと松永はノー兄貴、ほんのガキん頃から広瀬のおやっさんに世話かけてきたんじゃ。わしらは父親がおらんかったっけ。あの人がずっと親代わりよ。頭からお前らが気になるねえのは分かってる。俺たち死なくなくはねえ。死人とはないが、死人とはないが、こいじゃったら、キリスギさん、わしからも、あなたは兄と対応べべ。だからもし、尾道の秘密は前にして、そこへ親分が現れたとしたら、どう活性化したやつのか。ありゃあ、ギリいいよな。ギリいいよな。おうじゃ。わしが使うかったりしろ。踊れないな、手出すな。思ってて、ええ時。わしとさせて、ギリギリつけたのかい。注文を見しちゃる。我も殺す気で来いや。でこいやじゃあ踊れる。まだ終わっとらんと引っ込んどれや。違うんじゃ頭、邪魔が入ったで。本家の連中じゃ。続きは後だ、南雲。じゃがこいつらは何の目的じゃ。クルス会長からの使いだろう。俺が尾道にいるのが気に食わねえらしい。あんたが尾道の秘密を暴こうとしとるからか。もういい、南雲。連中に俺とはもう切れたと言え。そうすればお前らは見逃してもらえる。今さらそがあなみっともないまでできんわい。ええんじゃな、頭。本家の連中に見せたべや。わしら広瀬一家がなんぼのもんかっちゅうのの会長が尾道の秘密を守ろうとしているのは間違いない。ほうみたいじゃの。ほいじゃがおやっさんもそうじゃとは限らんで。親分を信じているならしっかりその目で確かめろ。聞いちまった疑いを抱えたままずっとあの人を親と呼び続けんのか。広瀬一家の絆は取り繕って守んなきゃなんねえ程度のもんじゃねえだろう。当たり前じゃ。え、あ、ほいじゃ秘密を暴きに行くんか頭。もしおやさんがわしらをほんまに襲ってきたら。もしもの話はもうええんじゃ。わしはええ加減そがにややこしい話はもうごめんじゃ。組の子分がおやっさんとあのにいちいち迷うことがあるんか。わしも腹は決まりましたけ。あんたと一緒に尾道の秘密とやらを暴く。ただしわしらが動くんはあんたにおやっさんの無実を証明するためじゃ。それが分かった暁にはしっかり詫び入れてもらわんといけんど。ああ、そん時は俺のことを好きにしていい。男に二言はないの。桐生の兄貴。また兄貴じゃ言うとる。相変わらず勝手なお人じゃ。踊れも腹決め松永。田頭もええの。で、どこ行ったら尾道の秘密を暴けるんじゃ。こいつは牢に託されたある場所を示す暗号らしい。ただ問題は俺にも牢にも読み解けなかったってことだ。あ？解読するにはお前らの力が必要だ。これがローから受け取った画像だ。なんじゃこりゃ。ローが渡した暗号ってこれだけか？ああ、この暗号がどこかの場所を示しているらしい。使われとるアルファベットは J、B、R、N、M、E、O、I、K。 使われとる数字は773617922111。見る限りアルファベットと数字がワンセットになっとるようじゃの。ああ、これはもしかしたら開示暗号かもしれん。開示暗号？わしもネットでしか見たことがないんじゃが、例えばこの J7 で何かの文字一つ、 B7 で別の文字一つを表しとる。これを解読すると何かの文章になっとる気がしますわ。ほう。あとは開示表さえあれば解けるはずなんじゃが。開示表？この暗号の元になっとる文字表ですわ。例えばあいうえおの50音表をこんな風に数字で置き換えたものが開示表じゃ。この開示表をもとに「こんにちは」を表すと15100423251という数字で表せる。ほう、なるほどな。じゃあローの暗号の元になった開示表が何なんか分かればええっちゅうことか。そういうことになります。確かローは尾道に詳しい人間であれば何か分かるかもしれないと言っていた。もしかしたらその開示表ってのはこの土地に古くから関わっているもんなのかもしれない。よっしゃ、分かった。暗号に関係しそうなものなら何でもええ。今からこの土地を片っ端から調べるんじゃ。